ミオのドライブレコーダーマイビュー M820WE の開発元である台湾にあるマイタックの会社の皆さんと今回は台湾でツーリングをさせていただけることになりました。というわけで今から行ってきます。これなんだろう。ココナッツ。甘い。このお店ではドライブレコーダーはミオだけを取り扱ってるって聞いたんですけども、どうしてミオなんですか？那 Mio 这个品牌呢，在台湾呢是非常专业的行车记录器的品牌。那在生产方面跟就制造，从研发到制造方面都是非常专业。那也有自己的工厂。那台湾消费者呢也非常喜爱这个品牌，所以在售后的服务方面也是非常的优秀。那我们之后呢也因此与 Mio 就是合作了长达十几年的时间。对，非常感谢大家的支持，谢谢。其实我在日本骑过几次的车，其实在日本感受到非常的棒。
因为它的道路比较安全，那高速公路可以骑。那我自己是骑 X 甲，那我比较喜欢的。ということで、ちょっと見に行きたいと思います。台湾でもいろんなものが売ってますよ。さすがコストコ。このオレンジ色の方じゃないですか？ありました。すごい。次のコーナーです。台湾ではミオのドライブレコーダーがコストコでも販売しています。台湾のカー用品店に来ているんですけども、お店の真ん中にこんなに大きいミオのコーナーがあるんですよ。すごくないですか？車の用品店なんですけども、ミオのドライブレコーダーのバイクバージョンもあります。3泊4日の台湾の旅がもうすぐ終わりということで、今ちょっとね寂しい感じがするんですけども、本当に楽しい4日間でした。まあ、この中でやっぱりツーリングが本当に楽しくて、台湾でも走っていると結構ね大きいバイクとかだと、はーいみたいな野営とかして、あ、台湾でもこの文化あるんだみたいなねすごい楽しかったり、やっぱスクーターもねすごく多くて、そういうのとねすれ違ったりとか一緒に走ったりっていうことができて本当に楽しかったです。あとやっぱりね南の方を走ったので、またね雰囲気が違って、あ、こういうリゾート感があるところを走るとこんな気持ちいいんだみたいな感じで、まあ、ちょっとね暑かったりもしたんですけど、走ると本当に風も感じて台湾を感じることができて本当楽しかったです。今回の台湾のツーリングでもミオのドライブレコーダーマイビュー 820WD をつけてツーリングしたんですけど、開発しているね CJ さんにちょっと映像を見せてもらって、やっぱり綺麗だなと、台湾で走ってもこういう風に見えるんだなっていうのをね改めて思いました。あと先日発表された 802WD の方もなんですけど、まあ、結構ね820と似てると言いますか、同じような機能もあって、それよりもねシンプルになっているものなんですけども、まあね、同じ高画質というところでまだ発売されていないので、皆さんぜひ 802WD も期待していてください。実はですね今回新製品にちょっと触れさせていただける機会があって、実際つけて走ったんですけど、もうねこれ言いたいんですけど、まだねちょっと発表前ということで、あー早く言いたいないやこれ結構すごい商品なので、ぜひね皆さんに楽しみにしていてもらえると嬉しいなって思います。結構すごいの出ますよ。皆さん今後もミオの新製品にも注目してみてください。